続きまして、はい、ガジュさんからの投稿です。はい、最近は体調もよく、元気なまるちゃんです。よかったよかった。明日葉を毎日楽しみにもりもり食べています。もりもり。そしていつも楽しい番組ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素敵な天然奥様のあけみさんと、私クール&ダンディーなうさぎ先輩のコンビ。そうなの？え、今気づいたんですか？いや、ここで言うことじゃないな、失礼しました。最高ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも楽しい番組お願いします。はい、ありがとうございます。ね、いいことやねこれね。いつもの人っていつもの人か。うん、多分。はい、では VTR お願いします。はい、行きましょう。もりもり、うん、早い早い。これ普通に回してるんだよね。早送りじゃありませんよね。すごい。なんかだってあっという間になってお腹の中に入っていくの。すごいな。正面見てあれだね。ガチュウさんの後ろにあるビニール袋の中何が入ってるんでしょうか。気になってしょうがないんですが、すいません。そういうところに目がいっちゃう。変なことに見に行っちゃって、あ、これ早送りだ。紙コップだって。紙コップなの？あ、早送りだ。来た来た。パーティー用かな。早い早って言ってる。ガジュさんくどい量ですけど待ってますからね。やっぱりあの この場所でね、マル君の話してもらわないと。あ、ね、あ、またさっきの話掘り起こしたね。そうそうそう。ちょっと蒸し返しましたけど、せっかくガジュさんだったから。はい、はい、んじゃないよ。そうそう、名古屋、そうそう、名古屋だって。はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次はですね、筑紫野工房さんからの投稿です。はい、12月16日は九州でも初雪が降りましたって。おお、16日、先週のちょうど今日だ。ね、うん、とても寒いのにうちのパセリは至って元気です。うそうでしょう。朝から何度もデッキへ出ては積もった雪をホリホリします。うん、寒くて付き合いきれないので、室内から雪遊びをするパセリを取りましたっていうことで。寒かろうに。ねえ、パセリちゃんどんな風だろうな。アクティブパセリ、ちょっと見てみよう。はい、はい、おお、なんか誰も踏んでいない雪を。いいね。ホリホリしてるよ、本当に。こんなに降ったんだね。名古屋まだ全然降らないもんね。うん、今年はね。まだまだですね。うん、なんかでも今日あたりからちょっと寒くなってるから、うん、どうなんでしょうね。降ってる。しかもこれすごい積もってるよ。遊ぶそばから積もってるけど。だってば体にいっぱい雪がさかかってるって。うんうん、部屋の中から撮っていいですかね、本当に。なんかすごい近くから見えるけど、ね、うん、足冷たくないのかな。霜焼けできたりしないのかな。大丈夫じゃない。ね、雪はこうやってさ、見てる分にはいいけど。実際に降られるとね、寒さが伝わってくるんですね。そう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 。一生懸命遊んでるじゃないですか。ね、楽しそう、うん、楽しいんだろうね、きっとね。うん、ご本人はね。ご本人。ご本人。ご本人はきっと楽しい。あ、でも帰ってきた。もう帰りたいって。結構積もったな。積もりましたね。いいな。ああ、さすがパセリ君でした。ぜひ初雪の際には。はい。あ、お願いします。私、はい、いやいやいや、いいです。できませんできません。ダメだ、箱入り息子だ、うちの子。はい、確かに箱に入っとるな。そうそう、箱に入ってるの、うちも。はい、はい、ありがとうございました。いはい、はい、では続きまして、はい、レオンママさんからの投稿です。また長文だよ、いけ。今日は12月19日に開催された、はい、ウサンタクリスマスの様子を送ります。行かれたんですね。はい、うん、写真は抱っこ教室の様子です。はい、ほうほう、雑誌うさぎと暮らすなのでおなじみの飼育トレーナーの中山真澄さんが講師でした。うん、え、中山真澄さんですよ。知ってる。
とまたそんなことを言ってみたいつも暴れるレオン君レクチャーのモデルになりました、はい、先生の腕の中ではうっとりしちゃってまるで別のウサギ最後はお家に帰りたくないってうずくまってしまいましたどういうことでしょう、やっぱり抱き方が違うんだ、そして動画は、はい、ウーサン障害物競争の様子です。ウーサン障害物競争、実は参加すると非売品 MTV のウサビッチマウスパッドがもらえるということで、それを目当てに、当初レオンだけの予定でしたが急遽ロミオも参加。そんな欲しかったな欲しいわな、ね、それ欲しいよマウスパッドでしょ。障害物というのは人参、うん、2かけらこれダメだ、キャベツ1枚ブロッコリー1かけら、うん、これらの誘惑に負けずにゴールにいるママのところまで来れるかというものです。難しそう。周りの方の掛け声の、うん、イッヒヒヒギャーなどがツボですのでそちらをお楽しみください。妨害してるってことかな、ヒヒヒってなんだ笑ってんだ ね、 ねちょっと楽しみですね。 PS、はい、今回撮影担当のレオママはゴールで呼ぶ係だったので、うん、不慣れなジジが担当となりました、うん、ジジそのため大変の見苦しい動画となっております。すいません。はい、はい、はい、ちょっと楽しみすごい、うん、はい、ちょっと見ちゃいたい。サンタクリスマス、ね、参加した人から横取りしましたよマウスパッドって誰がいいのかそれはすごいあすごいじゃん。あ、何これはどこなんですか。びっくりした、これぬいぐるみなんだ超びっくり、結構リアルだよねどこに売っとんすかあれ、ね、またいけるよ暴れん坊、暴れん坊なんだ。今のは中山あすみさんか知ってんの本当に本当だ。いやいやいや、なんかすごい気持ちよさそう。これだこれだ、うさびっち、うさびっち、うん、へえ。ああやってねちょっとちょっと、みんなの掛け声が聞こえるんで。いきなり食べてる。また人参好きな子はダメかもね。食いますやろ、うん、私ならいけるな食べちゃうんだ。ちょだねこの子はって言うの。次はこれはキャベツ、キャベツ、キャベツは入った。あれ一緒食べてから言ってるってことだよねきっとね、うん、全部食べてから行くっていう、うん、お隣はどうなってるんだろううちあの仕切られてるところがいいね。マイペースいっちゃうよねだと周りのさ人間だけが一生懸命だった。あ、なんか残っちゃったけどよく今だやっぱこの様子を知ってるから敵人がそう言っていけるんだ。敵人って敵人ってだって競争だもん、まあね、ちょっと前に進んだよジジ、もっと前にカメラをもっと前に。今ブロッコリー、あ、ブロッコリー入った。あ、おお、予想外の一作だ。すごいじゃないですか。あんなに時間かかったのに隣の良さちゃん、もっと良さだな。あれレオママ、あれはレオママ見えない見えない。あ、ちょっと見えた。あ、なるほど。うん、次ロミオくん、ロミオくん、うんと、おお、いたいたいた。あれ、あ、ちゃんと、すごい、お、早いじゃん。綺麗な、あ、いた。お、すごい、素晴らしい。おお、すごい、両方とも1位だったけど、そう、すごいじゃん。優秀だね。ってことは何、2つゲットしちゃったってこと。ストーカーの威力発揮じゃないストーカーなのかすごい。あれはレオママさん、みんな見て見て。すごい、ライン高かったね。だってさ、
目もくれずに行ってそう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 、レオン君はあんなに時間がかかったのに。でも1位だったそう何が何してたの味が2人いたの、ね、見ないでって見ちゃう。あはあ、なんかすごいいいものをゲットされましたね。あれマウスパッドは今参加するとか。そうそう参加賞よ。そうかそうかそうか、あれは商品なのよ。そうかそうかそうか、すごいね、すごいじゃん。